い、神戸のね三宮のね、ど真ん中で500円でですねステーキランチを食べてみましたという動画でございます。ほんとねこのね値上がりのねご時世の中500円で本当によくやってるなぁとは思っております。こらえる方みんなトクトクランチっていうのを頼まれておりました。はい、ということでですね神戸でリーズナブルで、お肉食べたいなと思った時はねぜひ訪れてみてはいかがかなと思います。はい、それではですねまたね違う動画でお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。